近頃このずんだ町では原因不明の失踪事件が相次いで発生していた。ふふふ、この町の人間の魂をもう何十人も吸い取ってやったわ。人間っていうのは本当にか弱い生き物だ。みんな聞いて、うちの学校でもついに行方不明者が出たわ。みんな絶対に一人きりで夜の外出はしないようにね。ふへへふふへへ、おいどうしたのだ、気持ち悪い顔して。お、やっぱりわかっちゃう。わかっちゃうか。なんなのだ、早く教えないとまたまんじ固め決めてやるのだ。え、それだけはやめて、教えるから。実はこの前大人の男にしてもらったんだ。なんだ。この前この辺りにできた風俗に行ってきたんだよ。いや、そりゃもうすごかったよ。ふえへへ、お前気持ち悪いな。なんでそんなこと言うの。これクーポンもらったから、ずんだもんも行ってみなよ。いいのだ。いいに決まってんだろ、僕らしに言うだろ。痛い、なんでだよ。あいつが言ってた風俗はどこにあるのだ。これか、きっとここなのだ。早速僕も大人の男になるのだ。またバカな人間が迷い込んできたみたいね。おい、誰かいないのだ。まずは少し脅かしてやるか。わあ、びっくりしたのだ。ドアが勝手に閉まったのだ。なるほど、ここはこういうコンセプトの風俗なのか。ふふふ、驚いてる。よし、今度は私の姿を見せて恐怖のどん底に落としてやろう。おい、誰かいないのだ。勝手に一人で始めてもいいのだ。ああ、やっといたのだ。え、受付の人ですか、なのだ。いや、違いますけど。アジャー城の方なのだ。だから違うって。なんなの、こいつ全然驚かないところが話しかけてくるんだけど。今からお前の魂を吸ってやるんだよ。なるほど、じゃあ早速僕のズッポンをしごいてくれ、なのだ。えい、もうよくわかんないから魂吸っちゃえ。ふおお、なんなのだ、いきなり始まるタイプなのだ。よしよし、来てる、あと少しでこいつも抜け殻になるわ。すごいのだ、こんなの初めてなのだ。もっとしてほしいのだ。よいしょ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 。なんなの、こいつ急に絞り出したんだけど。待って、なぜか私の魂が逆に吸われてるわ。なんなのよ、もう勘弁して。ついてこないで、化け物。あわー、おお、あれあれ、さっきの嬢はどこ行ったのだ。これから大人の男になれるんじゃないのだ。おい、どこなんだ。畜生、騙されたのだ。行方不明だった子が見つかったわ。よかった、これで一安心だわ。おい、どういうことなのだ。え、大人の男になれなかったのだ。そんなこと言われても僕知らないよ。痛い、なんでだよ。こうして今日もずんだ町の平和は守られたのであった。